激変彼女続きからやっていきます。ハマっております、このゲーム面白いね。しかもなんかイラスト変わる雰囲気が来ていない気がします。いきます。トモヤの場合、まあまあちょっと地味なのかなって思うけども、いくよ。多分綺麗系になる。いきます。違った、綺麗系どころかコスプレイヤーに変わってた。俺の彼女は見た目が地味で性格も暗い。そんな彼女に自信をつけさせるため積極的にショッピングに連れ出すようにしたんだ。その甲斐あって随分見違えたな。ね、ショッピングとコスプレはだいぶ違うんじゃないのか。もうだいぶ見違えたけども、可愛いからいいけどさ。服装も髪型も垢抜けて自信がついた彼女。普段着っていうよりなんだかコスプレみたいだけど、せっかくおしゃれに興味を持ってくれたんだから、まあいいか、よしなんだな。なんだか眩しい。こら、俺の彼女を勝手に撮るな。しかもこれローアングルで撮ってんじゃないのこれ。ダメじゃない、ローアングルは。プレゼントもすごくない？もしかして有名コスプレイヤーなんじゃない？知らない男が友よの写真を撮ってる。これだけ可愛いと撮りたくなる気持ちもわかるけど、俺の彼女にカメラを向けるな。おいおい、そんなもの受け取るなよ。何が入ってるか分かったもんじゃないぞ。まあ、でも確かに飲食物ってもらうの怖いよね。なんかお金入ってね。バケツの中にお金入ってたんだけど。投げ銭ってやつ？知らない男が彼女にプレゼントを渡してきた。確かに友よは可愛いが、これじゃまるで芸能人だ。せっかくのデートなのにのんびりできないよ。デートなの？デートなのにこんなことしてるの？え？今日はデートじゃないだって？マジか、そんな格好をしてたのも全部これのためだったんだな。これじゃない、お金じゃない、お金。相当投げ銭されてますね。彼女の足元に投げ銭が。どうやらここはコスプレ会場らしい。俺に勧められいろんな服を着るうちにコスプレに目覚めた友よ。チヤホヤされる上にお金も稼げるからとすっかりハマったようだ。まあ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 、転職になっていいんじゃない、それはそれで。じゃあ次行くよ。好みの場合、好みちゃん。かわいい。かわいい。はにかみ笑顔かわいいんだけど、イラストうまいね、この人。じゃあ行くよ。何があった？何があった？いや、一体何があった？大学でいじめられていた好みを助けたのがきっかけで付き合うことになった俺たち。そこからいじめの矛先は俺に向いてしまったんだ。たく、こんなの誰が持ってくるんだか。これか？人殺し大学に来るな。どういうこと？でもなんか拘束されてるっぽくない？何したの？彼氏は彼氏で何か隠してんのか？よく俺の家のポストに暴言を書いた紙が入ってる。もう開き直って壁に貼ってやったぜ。はっはっは。はぁ、虚しい。なんかどんまい？暴言はこっちにも届くんだよな。わざわざ匿名のアカウントから。あれ？でもなんで知ってるの？なんだこれ、この彼女は仕返ししようとかそういうことだったのかな。あ、待って、タッチする場所だよね。間違えたよね。俺も思った。これ携帯だろ？あ、いた。ネクスト。彼女のスマホにトークアプリの画面が表示されてる。俺と暴言野郎のトーク履歴だ。教えたわけでもないのになぜこの身がそれを見れるんだ。いやいや、黒幕？黒幕なんじゃないのこれ。彼女はあなたの味方はもう私しかいないのよという。だからこれをかけて。婚姻届？束縛彼女なのか？なんだ？何なんだ？答え。婚姻届が置いてある。彼女がもらってきたみたいだ。確かに今の俺には相手してくれるのが好みしかいないけど、でもそれで結婚って話が飛躍しすぎじゃないか？書かないの？なら書きたくなるまでこうするしかないわねって。いや、外してくれよ！拘束された。ちょっと愛が重たかった的な感じなのかな、これは。間違えたわ。タッチするとこ。これ、拘束されてるやん、君。手錠で拘束するとか本気？抗議すると彼女は、何をせっかくあなたのメンタルを削っておいたのに、だって。どうやら俺へのいじめは彼女が仕組んだことらしい。弱った俺につけ込んで強引に結婚する気だったんだな。ああ、そんなことしなければ愛はあったのに。もうそれのせいで彼氏離れちゃうよ。もう自業自得よ、それ。じゃあ次、あんちゃんの場合行くよ、あんちゃん。また美人さんだね。どうなるんだろう、これが。なになになに？期待の風景画家って言われてるけど。行くよ、はい。どうしたの？すっかり細くなってるんだけど。ガリガリになってたよ、今。恋人のアンは新進気鋭で人気がある画家。でも最近様子が変だ。おい、それじゃあ俺の方がうまいぞ。スランプか？なんか落書きみたいになってるんだけど。下と似ても似つかないイラストになってるんだけど。なんだ？盗作疑惑って書いてあるよ。本当に？マジで？やっちゃったな。彼女が描いてる絵が下手すぎるんだが、スランプじゃないよって言うけど、まるで子供の落書きみたいだぜ。元からこれが実力だったってこと？それを参考にしたのか？ちっとも似てないんだが。これでしょ？全然似てないね。だいぶ変わってるけど。有名画家の絵が置いてある。似せようと努力したらしいが、その結果があの子供の落書き。てかそれ以前にパクリだし、ダメだよね。もしかして下手くその絵が本来の学歴か？今までのはアンが描いてなかったんだろう。ほら、バレてるぞ。これだね、完全にね。誰に描かせてたん？てか。
雑誌に彼女の記事が出てる。替え玉かった後さ、そういえばアンが書くところは一度も見たことがなかったけど、つまり、まあ、そういうことになっちゃうんだね。自業自得だわ。そりゃそんな風にもなるわな。高校生のうちから、あ、高校生ではないのか。いや、こんなに細くなっちゃって。げっそりとやつれた彼女、記事が元で損害賠償を請求され、自力で絵を描こうにもうまくいかず八方塞がりだったらしい。しっかり反省して新しい職でも見つけるんだな。頑張ろうな。じゃ次、あずさちゃんの場合いくよ。まあ、あれは自業自得だったね。あずさの場合、え、なんか普通の幸せそうな家庭に見えるんだけど。いくよ。はい。ペットロスか。いやね、ペットロスはね、俺もなる気がする。うん、辛いよ、絶対辛い。まあ、行くよ。料理が得意な俺は同棲してる彼女のためにいつも食事を作ってる。毎回美味しそうに食べてたのに心配だな。大丈夫ってそんな風には見えないぞ。細くなってるし、髪の毛も縮れ毛になってるし、タッチする場所間違えてるし。待ってね、多分彼女のことタッチしなきゃだね。正解。あずさはげっそりと痩せ細ってしまった。俺の料理を喜んでくれる健康的な彼女が好きだったのに。ペットロスってほんとしんどいんだよ。絶対しんどい。俺も耐えられるかわかんねえ。そんなんじゃ今に倒れちゃうぞ。全く手をつけてないじゃないかな。しかも栄養バランスもしっかりしてるし、これいい彼氏やな。せっかく作った料理が手つかずのまま、一口も食べてくれない。食べるのが大好きだったあずさが懐かしいよ。こんな彼女をずっと見てるからかな、俺だって平気じゃいられないよ。心配そうにしてるな。もう彼氏イケメンだなお前。次。俺も毎日暗い顔で過ごしてる。あずさのためにいろいろしてるのに、ちっとも元気になってくれないから。で、最後かな。かれこれ2週間以上こんな生活が続いている。彼女が変わってしまった理由はこれなんだ。ワンちゃん寿命だったのかな。飼ってる愛犬の写真は家、可愛がってた犬が死んでから彼女は何も食べられなくなった。ペットロスは辛いけど、これじゃあずさまで死んじゃうよ。辛いな。その辛さを埋めるためにまた新しい子を迎えるかっていうと、またそこも悩んじゃうんだよね。でも俺迎えちゃうかもしれないな。多分ね、寂しさに耐えられなくなると思うんだよな。どうなるかわかんない。まあまあその時になんないとわかんないんだけどさ。まあ次行こうか。すみれちゃんの場合。お？文系女子だね。かわいい。三つ編みめちゃくちゃかわいいよ。行くよ。はい。いやー、なんでそうなった。なんで中二病になっちゃった。優等生の彼女はいつも勉強や塾通いで忙しい。最近ちっとも会えなかったんだけど、今日やっと会えるんだって。痛そうだな。怪我でもしたのか。いや、そういうおしゃれだからね、これ包帯巻いてね。いやー、手袋がまた痛々しい。左手の手袋が痛々しいよ。指が出てるのがまたなんか痛々しい。彼女の腕に包帯が巻かれてる。でも怪我ではなくて邪神を封じてるらしい。つまりどういうこと。痛い痛い痛い。中二病は痛いぞ。よくわからんが、勉強以外にも興味が出てきたらしい。こんなおしゃれアイテム今まで持ってなかったもんな。おしゃれアイテム、あ、十字架ね。あいたたたたたたた、あいたたたただよ、これもうね。十字架はもうあいたたたよ。十字架のネックレスがある。アクセサリーなんかつけたことなかったのに、スミレもやっぱり女の子だな。いや、ロザリオに触るなって。そんなどざらないで。あ、ロザリオか、ごめんなさい。そもそもでやっぱこれが気になるんだよな。すごい主張してくるんですけど、アートじゃないよね。これ魔法陣じゃ、魔法陣。どこで買ったんそれ一体。まあ、でもなんか楽しそうでいいけどな。壁に描かれた謎の模様、結界を張って悪しきものを遠ざけてるそうだ。何を言ってるかは全くわからん。まあ、でも可愛いから俺的にありなんだけど。スミレが変わった原因はこれらしい。勉強するため図書館に寄ってこれを見つけたんだと。黒魔術か。もうなんか壁眼、え、なんつったっけ、壁眼じゃなくて、なんで言ったっけ、片目色違うの。まあ、続きいくか。魔導書っぽい本を読んだことで彼女は中二病にかかってしまった。しかもかなり重いやつ。症状がいつまで続くのかは誰にもわからない。まあまあまあ、大人になって思い出した時に、いやいたたたたたーっつって笑い話になるから、まあ楽しいんじゃないってことで、次いくよ。ステージ24、ユーナの場合。ユーナちゃん、おー、まあ幸せそうなカップルだけども、まあ行こうか。はい。え、なにこれ、はどういうこと。恋人のユーナはとても、愛おしくて可愛くてかな、俺にはもったいないくらいの子。でも妙によそよそしいのが気になるんだ。調べてみたら、なるほど、あっちが本命か。え、これは彼氏の方。待って、何、硫酸かけられて脅されてるんじゃない。本命、ああ、これか。これを見ちゃったせいで彼氏怒ってか。
彼女が他の男といる写真を撮った俺とのデート後にこっそり尾行したら他の男に会ってやがったんだ。よそよそしいのは他にも男がいたからだったんだな。やっちまったこれ。いやでも彼氏も彼氏でクソやな。浮気なのか二股なのかはっきり言えよ。は？俺が別人みたいだって？当たり前だろ。笑ってなんかいられるか。いやにしてもやることがえぐい。ちょっと痛いこれ。俺の怒り狂った表情を見てユーナは開き直ることにしたらしい。いろんな男の子にチヤホヤされたかったんだもんってあとよ。こいつ本性を表しやがったな。いやお前もな。痛い痛いってギャーギャー騒ぐなよ。俺の心の方がもっと痛いんだっつーの。これは手じゃないか。いやもう手やばいでしょこれ。一生治んないぞ。ユーナの手が真っ赤にただれてる。真っ赤どころかもう腐ってない。というか溶けている。痛いのは当然だ。痛くしてるんだからな。仕返しだよ。やばいぞこれ。ユーナに使ったのはこれ。顔にかけなかっただけありがたく思えよ。どういうことなのそれは。もう HSSO2? これ多分硫酸の化学式なのかな。手に硫酸をかけてやったんだ。それは痛いはずだわ。なんだよ、彼女よりも俺に闇を感じるって。こんな行動に出るくらい俺は傷ついたんだよ。どこで手に入れたの一体。もう痛い。じゃあ次行くよ。千歳の場合、千歳ちゃん、引きこもりなのかな。あーなんか右腕に包帯がちょっと痛々しい傷があるのかな。まあ行こうか。はい。宗教の教祖様になったのか。恋人の千歳はちょっと陰気で精神的に不安定なところがある。俺が支えようと思ってたのに、そんなの読んで癒されるのか。どっちが千歳ちゃん、手前か、手前の子が千歳ちゃんか。だいぶ変わったね。部屋に宗教の経典があった。いつの間にか宗教に頼ろうとしてたんだな。そんなものより恋人の俺を頼ってくれよ。ちょっとなんかけなげだな彼氏。彼女は宗教にだいぶハマってるみたいだ。普通こんなのを若い女の子の部屋に飾らないだろう。これは絶対飾らないね。もう何なのこれは。これは宗教画ならぬ宗教写真とでも言うんだろうか。写っとるのは千歳みたいだ。あれ千歳ちゃんだってよ。オーラを感じるでしょって。怪しいカルト宗教に騙されてるんじゃないだろうな。いやむしろ教祖なんじゃないの。千歳前は宗教になんか興味なかったのに、きっとこいつがそそのかしたんだな。え、どっち。やっぱこの人。あ違う。あ、じゃあ手前の人か。え、どうなの。え、でもデモじゃない。なんかどっちかっつうと教祖様にしか見えないんだけど、千歳ちゃんの方が。サクムイだっけ、これちょっと読み方わかんないけども、数珠を握っている女性がいる。お前が千歳を勧誘したんだろう。違う、この人は信者なのって。何言ってるんだ。信者だから千歳を勧誘したんだろう。いやいやいや、新教宗教を立ち上げたから私の方がこの人を誘ったのって。どういう意味。まさか教祖ってあなたでしょう。だいぶどういう思考なの。何をどうしてあなたは教祖様になろうと思ったん。千歳が教祖として自ら宗教を立ち上げたらしい。経典や宗教写真は自分で作って少しずつ信者も集めてるって。おい、こんなのつけ焼き場のインチキ教祖じゃないか。まあまあ人の心の支えになるならばそれもそれでありなんじゃないか。ってことで次、ステージ26、リリカの場合。かわいい、ショートヘアいいですね。これはなんだ、最後の7日間って書いてあるね。結婚数日前とかなのかな。まあ行こうか、行くよ。はい。え、イラストレーター、どういうことだ。ちょっと不思議ちゃんなリリカは最近なんだか上の空。心配で彼女の家に行ったら具合でも悪いのか。確かに具合悪そうだね。どういうことだ。何か本が売れ残っちゃったとかそういうことなのかな。漫画家さん、目の下にクマがあるし顔色もひどい。どうやら寝不足みたいだ。毎日2時間しか寝てないって。いや寝ろよ、そんな不規則な生活してるの。あれ、なんでこんなとこから届け物が。直接大量購入でもしたのか。これだよね、出版社。え、でもどっちかっつうと本な気がするけども。出版社から段ボール箱が届いてる。どれどれ何が入って。うわ、触るなって。そんな怖い顔で手を叩くなよ。何なの一体。じゃ次。はあ、リリカってば切れすぎ。あれ待てよ、そんなの書く趣味あったか。なんかちょっと成人向け雑誌なのかな。どれタッチしたらいいんだろう。こっちでいい。でもこういうさ、イラストレーターが使うやつちょっと憧れる。使ってみたい。絵うまくないんだけど。書きかけの漫画原稿がある。何、もしかして新人賞とか応募してんの。どんな内容って尋ねたらすげえ睨まれた。あ、お前漫画家だったの。しかも内容が、現実ではこんなことさせてくれないくせに。お前彼氏。もう頼んでみろ一回。
かなり有名なスケベ漫画。作者はリリカだったらしい。いやいや、俺の愛読書なんだが。じゃあ今から俺の好きなシーンを再現って、おい、殴るな。なんだかんだ幸せなカップルっぽいね、これは。よかったよかった。とりあえず仕事に追われて大変ってことみたいだね。じゃあ次行くよ。タカコちゃんの場合行きます、タカコ。こんな幸せな家庭が崩壊するのは俺見たくないぞ。行くよ。はい。これはまあ、鬼嫁になった的な。俺とタカコはラブラブ夫婦、子供もできて順風満帆。でもいつの間にかこれじゃ鬼嫁だよ。すごく怒ってるね。これはなんだ、また妊娠したとかそういうことなのかな。毎日すごい形相で怒りまくってくる嫁。見た目も性格もすっかり変わってしまった。だから俺はつい浮気しちゃうんだよな。いや、クズやないかよお前が。あー、また壊れてる。直しても直してもキリがないな。子供たちってやんちゃだもんな。でも持ってるのってこれ検査薬とかじゃないの？違うのかな。ぬいぐるみがすぐボロボロになってしまう。他のおもちゃも壊しまくるから余計タカ子はイライラするんだよな。あー、子育てって大変なんだよな。ちょっとあなた何とかしてって言われてもな、元気が良すぎて俺にはどうにもできないよ。まあなんだかんだ子供たちは幸せそうだね。旦那さんげっそりになってっけど、すっげえやつれてっけど。子供たちが今日も家中を走り回ってる。育ち盛りが3人もいると手がつけられない。え、子沢山になった理由？それはね、それは最近また俺の浮気がバレたからかな。ん？バレたからな。分かったよ。4人目の誕生ですね。もうすごいな、お前は。どうすんの、これもう。責任持てんの？妊娠検査薬が陽性を示してる。だよね。タカ子は強引に夫婦の営みを求めてきてたんだ。嫁は俺が浮気するたびに新しい子供を作って俺をつなぎを止めようとする。子供は道具じゃない。そんな理由で子供産んでたの？マジか、怖っ。もう男も浮気すんなってことだよな、とりあえずは。うん。まあね、なんだっけ、大人数家族だってね、もうお金かかって大変だからな。で、次、最後。違うか。これ、まあ、一旦終わろうか。一旦ここまでとさせていただきます。じゃあ、悦子の場合。悦子さん、これがどうなるのか。もう大人の女性だね。左の彼氏もまあまあイケメンな感じだけども。どう変わるんだろうか。まあ、とりあえず終わります。それでは、シアンでした。またね。